やあ、サレンちゃん、しばらくぶりだね。わざわざ王宮まで来てくれてありがとうございます。どういたしまして、ユースティアナ陛下。知らない中ではありませんし、お召しとあらば喜んで馳せ参しますわ。それにプリンセスに復帰してからご挨拶させていただくのは初めてですね。改めてサレンディア救護院のギルドマスターサレンです。陛下におかれましてはご敬称のこととお喜び申し上げます。サレンさん、もしよかったらなんですけど、あんまり堅苦しいのはなしにしちゃいませんか。今ここには私たちしかいませんから。王宮勤めから離れてだいぶ経つし、言葉遣いとかを気にしなくていいのは私としても助かります。サレンちゃんのことだから礼儀作法くらい今でもそこらの貴族よりうまくこなせるだろうに。その謙遜っぷりは変わらずだね。もうちゃん付けはやめてくださいね、ジュンさん。そっちこそ相変わらずなんだから。すまない、つい。なんだか懐かしいやりとりだね。そうですね、前にお話しさせてもらった時はクリスティーナのせいでビースト族と揉めちゃって。あの時はあの時で大変だったね。マホさんは元気にしているだろうか。ええ、元気みたい。私も直接会ってるわけじゃないけど、このところカオンをはじめとしたビースト族との貿易は順調になってきてるみたいで。と、ごめんなさい陛下、あ、じゃなくてペコリーヌさん、置いてけぼりにしちゃったわよね。いえいえ、今のやりとりだけでもジュンさんとサレンさんが仲良しさんだっていうのは伝わりました。それにジュンさんが信頼する人だったら私にとっても信頼できる人ってことです。私はジュンさんのこと信頼してますからね。陛下、面と向かってそう言われると少々居心地が悪いです。私にはカイザーインサイトからいいように手駒にされた、いわば前科があるわけで。洗脳装置を使われちゃってたんですから、それはしょうがないですよ。私に使えると誓ってくれた時から何度も言ってますけど。つまりですね、あまり気にしないでください。元はといえばカイザーインサイトに玉座を奪われちゃったことは私の責任でもあるんですから。かたじけなく思います陛下。ひょっとしてそんな調子でカイザーインサイトに組みした貴族や兵士たちをみんな許して回ったんですか。市場もちょっとだけありますけどね。市場？はい、私は大好きなお友達を守りたかったんです。その子はカイザーインサイトの側近みたいな立場で、私を狙うために身分を隠して近づいてきて、その後本当のことが分かって喧嘩して、でも最後には私たちと一緒にいることを選んでくれました。彼女がいなかったら私たちは負けちゃってました。とはいえ何も知らない人たちから見ればその子はやっぱりカイザーインサイトの側近の罪人です。だからみんなを許すことで彼女が責められにくい状況を作ったと。はい、本当に市場ですよね。旅の暮らしが長かったせいで王族らしい公平な振る舞いっていうのをちょっと忘れちゃってるみたいで、よく怒られるんです。そうね、そうかもね。友達のために王権を利用する一方でその意味を理解して後ろめたくも思ってるか。ふん。サレン、不愉快な気持ちにさせてしまいましたか。
その反対。なんだか私、あなたのこともっと好きになれそうよ。なんて、ちょっと慣れ慣れしかったかしら。不敬をお許しくださいね、陛下。もちのろんです。さてと、風通しが良くなったところで本題に移らせてもらうとしようか。そうね、本当は楽しいお茶会を続けたいけど、このメンバーじゃそうもいかないわよね。うん。今日サレンに来てもらったのは他でもない、元ナイトメア副団長として私たちに協力してもらいたいからなんだ。そんなお願いをすることになった前提として、こちらの持っている情報を伝えさせてください。この町を狙っている敵について。レイジレギオンね、その名前は初めて聞いたけど、でもここ最近町で魔物騒ぎが起きてることくらいは知ってるわ。襲撃はすでに3度か。ただのテロリストというには危険すぎる連中だ。使う魔物も手強いですが、カリザって子供もランファっていう女の人もものすごく強かったです。変異魔法まで使ってましたし。情けない話だけど、現状のナイトメアはカイザーインサイトの乱から立ち直ってなくてね。特に指揮を任せられる人員が絶対的に不足しているんだ。とてもではないけれど、この広い町をカバーしきれない。それで私をスカウトってことですか。でもジュンさん、私はもう一線を引いた身よ。それはもちろん分かってるけど、出戻りに期待するよりも先に中の人員を取り立てる方が組織としても良くないかしら。ほら、立場が人を作るって言うし。すまない、私の言葉が足りなかったね。正しくは兵を任せられて、なおかつ信頼ができる人材が足りないんだ。ああ、なるほど、そういうことですか。理由はどうあれ、寛大な恩赦を与えたおかげで陛下の度量の広さを示すことができた。その措置に感謝する人たちも多いでしょう。でもその寛大さにつけ込んで私腹を肥やさんとする者が出ないとは言えない。横領、収賄、職務怠慢、下手をすると反乱の危険さえも考えなくちゃいけないでしょうね。まだそういう証拠を握ったわけじゃないけどね。でもカイザーインサイトがいなくなった後、貴族たちのタガが外れかけているのは事実だ。力と恐怖で押さえつけてたカイザーインサイトの支配と違って、私の場合皆さんを信頼するしかありません。でも足をすくわれるような危険はできるだけ減らしたいんです。クリスチャンも裏表がないという意味では信頼できたんだけど、カイザーインサイトがいないこの国はつまらないと言って旅に出てしまって、そして副団長を任せていたオクトー君は原因不明の失踪、ついでにオクトー君の相棒を名乗っていた子も彼を探しに出て行ってしまった。トモちゃんやまつりちゃんたちはよくやってくれているが、いかんせんまだ若輩ではあるからね。これ以上の無理はさせたくないんだ。あなたたちの状況はよく分かったわ。でも、やっぱり子供たちのことが。ええ、ごめんなさい。二人の力になりたいって気持ちは確かにあるのよ。でも隊を率いるとなると片手間というわけにはいかない。救護員の長としての仕事はできなくなるわ。相応の給金をもらえればその仕事を誰かに肩代わりしてもらうことはできるかもしれないけど、でもね、もし私の目の届かないところで子供たちが傷つくようなことがあったとしたら、とてもじゃないけど耐えられないわ。さ
サレンちゃん。すみません、サレンさん。無理なお願いをしてしまって。ううん、こっちこそ。本当にごめんね。できることなら、可能な限り手伝わせてほしいんだけど。と言っても、何ができるやらってところだけど。こっちは万年財政難の救護員だしね。実はそんなサレンさんに渡しておきたいものがありまして。これを。え、何この袋、ルピが入ってるじゃない。これを私に。依頼は断ったのに、どうして。ほら、前に約束したじゃないですか。お姫様に戻れたら救護員に資金の援助をしますって。ああ、エリザベスパークでの別れ際言ってたわね、そんなこと。ペコリーヌさんよく覚えてたわね。私の方だって言われるまで忘れちゃってたのに。お姫様に戻るまでの間で皆さんにたくさん借りを作っちゃいましたからね。一つずつ、少しずつでもちゃんと返していきたいんです。それじゃ遠慮なく使わせてもらうとするわ。たまには子供たちに美味しいものを食べさせてあげたいしね。ああ、いいですね。ぜひそうしてあげてください。ついお腹が鳴っちゃいました。プリンセスとしてのお仕事忙しいでしょうけど、よかったら今度うちに遊びに来て。私の手料理でよければ歓迎するわ。本当ですか。絶対絶対お邪魔させてもらっちゃいます。うかつなことを言うものじゃないよ、サレンちゃん。我らがプリンセスは大食いであらせられる。下手したらそちらの食料庫が空っぽになりかねないくらいのね。